んでください。電話をできるようにします。通常をはるかに超えた意思の疎通が可能になります。皆さんは私の指示に従っていただきたいのです。陣中視察と行くか。私は今の宇津世の人間は皆間違っていると思います。自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。その中にお前たち魔女も含まれるってわけか。私のお師匠様は昔この近隣の人里で暮らしていました。ですが人々はお師匠様を排斥しあの森へと追いやったのです。私許せません。お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。だったらやめりゃいい。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずがない。絶対。それよりセルピコさんや石泥さんたちの方はどうなっているんですか。これは神がこの村にお与えになった試練です。他の連中は この辺りは昔から妖精や魔女の伝説が多い土地でしたが、あくまで物語にすぎませんでした。この冬の柵の日の夜、実際にトロールどもが襲撃してくるまでは。出兵なされて今や城は空っぽ。ましてトロールなんて世まい事のために兵を動かしてくださるとは思えません。我らは座して死を待つより他ないのでしょうか。
この旅自体、私は今でも乙女すべきではと思っていた。あの笑顔があるなら、よしとすべきでしょうか。風の精霊、何者にも縛られず、どこへでも吹いてゆく。日に私には一番縁遠い。他の連中は。地区小屋の番に当たっていたテッドがトロールに殺され、テッドを助けるため飛び出したハンナは奴らにさらわれました。二人は結婚したばかりだったのに。どうしてあの方たちと旅をしとるんだ？俺は武者修行の旅の途中、ガッツの兄ちゃんには剣を教わる契約になってんの。あの剣士さん強いもんな。だろう？あいつこそ怪物を食らう怪物だぜ。憧れとるんだな。利用してんだよ。まっ当座の目標つうくらいにはしといてやるか。存在に過ぎないと思っていたトロールどもが、まるで物語から抜け出したかのように暗がりから立ち現れました。
貧しいこの村では餓死者を出さないだけの暮らしが精一杯。そこへこのトロールによる襲撃があり、村はもはや滅亡の一歩手前なのです。私の元へ。さあ、中へ急いで。こっちです。急いでください。それは追っ払っちまうか。俺様に任せとけ。うじゃうじゃ来た来た。こういう時、あなたほど心強い方はいない。
て。やつらだ。チッ、うちが化け物だか分かりゃしねえ。いざおかつ、チッ、思いませんよ。落ち着いて、敵の動きをよく見てください。うちが化け物だか分かりゃしねえ。いざおかつ、了解だ。邪魔な奴らだ。
俺様に任せとけ。トロールが村に入り込まないように橋を落としてください。橋を落としゃいいんだな。さて、どやってみねえ手はねえな。俺様に任せとけ。邪魔な奴らだ。Let's go.
足の方は肩がついたぜ。ガッツさん、川を遡って寺院に戻ってください。川？橋のたもとから降りられるはずです。なるほどな。Thank you.
Come on.
何人か逃げ遅れ救出してください。手間のかかることだぜ。お前らと遊んでる暇はねえ。
丈夫か？助かった。ジーンに行け。ありがとう。ガッツさん、あと5人です。お前らと遊んでる暇はねえ。俺様に任せとけ。立てるなら寺院に行け。ああ、ガッツさん、あと4人です。お前らと遊んでる暇はねえ。
様に任せとけ。大丈夫か？ええ。寺院に向かえ。はい。ガッツさん、あと3人です。邪魔な奴ら。
め。ダメかと思っとったが。寺院に向かいな。わかった。あんたも気をつけてのガッツさん、あと二人です。邪魔な奴らだ。長くは持たねえ。ありがとうよガッツさん。最後の一人です。お前ら
と遊んでる暇はねえ。切りがね。大丈夫か？大丈夫。寺院に行け。分かるな。うん。振り返らずに走れ。ガッツさん、もう取り残されている人はいないようです。寺院に戻ってください。
これから魔術を執り行います。分かった。そんなに暇はねえ。イラつくぜ。皆さん、これから魔術で防壁を張ります。しばらく時を稼いでください。何やってんだ。
どきやがれ！死ね！デヒン！ガーッ！うわー！チッ！おっと、だだだだ！ガーッ！ガーッ！ガーッ！デヒン！どきやがれ！油断したぜ。頼みましたよ、精霊さんたち。空より陸海空火の透明なる王をここへ呼ばん。この陣にて我らを保護し温め守り防御したる火を灯し次第、幸いなれ東の王。その御霊は山より立ち上るそよ風にして、黄金色の衣は輝ける太陽のごとし、幸いなれ西の王。その皆は波の下にて戯るる水の精をも震わった。幸いなれ南の王、永遠の火より輝かしき南地の池。幸いなれ北の王、なんとなれば大地のすべての生き物の支配を意と喜びたるがゆえ、ありとあらゆる災い我らに近づかさるべし。我いずこにおれど聖なる死王に守護されたればなり。作らなければ術を行う隙を。
何でも無茶だ。踏み潰されちまうぞ。そうでもないぞ。結構慣れてっからな、あいつこういうの。なんとも化け物ですね。おかしい、閣僚のものがこうもはっきりと存在するなんて。頼みましたよ、精霊さんたち。今がチャンスです。この勝負でかい図体してるだけやっぱタフだ。忙しいこったぜ。あれもエレメンタルの力なんでしょうか。ケルピーは非常に危険です。忙しいこったぜ。エレメントの力なんでしょうか。剣が届かねえ。頼みましたよ、精霊さんたち。
危うく丘で溺れ死ぬところだ。頼みましたよ、精霊さんたち。馬ガエルの方は私が。好きにしな。あのお嬢ちゃんの魔法のおかげでトロールはわしらに近づけないらしい。あんな小さい女の子がね、大したものだ。いるけど戦ってる。なのに俺だけ。ガッツ、いけ！もう少し弱らせるか。なんでもらちがかねえ。バカ力だけはありやがる。話しやがれ。ちぇ
せ。やっぱ半端じゃねえ。俺様に任せとけ。足を取られちまう。カツ、大丈夫か？チェ、今行くぞカツ。よしが攻撃の後に行く。出ろ。
行くぞ。おい、ぼさっとしてるな。置いてくぞ。